こんにちは、CSBA の高谷英吾です。今日はブラッコムにある初心者コースを。うるさいなぁ、バタ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 ブラッコムにある初心者コースを紹介したいと思います。これまでの動画だとウィスラーってパークも大きいし、なんか上級者しか滑れないんじゃないかって思われる方がいらっしゃるかもしれないので、上級者コースの比較的多いブラッコムの方にも初心者コースがあるというのをご紹介したいと思います。そしてその後初心者のパークを撮ってみたいと思います。今日はスノーボーダーじゃなくてスキーヤーの2人とカズキとリュウセイ一緒に行きたいと思います。じゃあ行ってみましょうか。あまり出さないようにこのスローサインがたくさんあります。こういう小さい子供がいるところは離れて滑ってくださいね。こんな小さい時からこのウィスラブラッコも滑る子供たちはもう小学生ぐらいになったらブラックやダブルブラック行きますからね。あの先のスローサインのところにはセーフティーパトロールといってスピードを出してる人がいたら止めて、最悪の場合はパスを没収するというか、そういったボランティアの人も面白かったですね。横の壁なんかで遊んだものですか？右の壁です。子供気をつけてね。私は以前紹介したお城のある方へ行きますね。
そしてこのコースをずっと下の方にして後半この辺りに来るとリセラブラックムで一番大きいジャンプのあるブラックパークの横に出てきます。今日はあんまり天気が良くないんで飛んでる人は今のところ見えないですけど、このぐらいのめちゃめちゃでかいサイズ。ゲームクラスですね、これは。ということで、次は小さいパークを滑りたいと思います。イージーアウトという初心者コースから途中左に入っていくと S サイズのパークがあります。今からこの5月にカナダに来るまでフリースタイルスキーという存在すら知らなかった流星くんに行ってもらいますんで。頑張ります。小さいパークですけど、この先にはローラーがたくさんあるんで、和樹くんにちょっと待って、俺が先に、はい、ボブ選手の和樹くん、ということで、リセラブラックムには簡単なパークもあります。ありがとうございました。ありがとうございました。この2人はもう1年残りますんで、もう1年頑張ってくださいね。はい。大体こう2年いるとめちゃくちゃみんな伸びるんで、2人もすごい伸びるんじゃないかと思います。はい。ということで、この動画が良かったら、いいね、コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。それでは次回をお楽しみください。さよなら。